こんにちは、きんぴらごぼうでございます。今日はカニカマの春雨サラダを作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。そしたら使っていく材料ですが、カニカマ 60g、 春雨 50g、 きゅうり1本約 130g、 卵1つ、すりごま白適量使います。鶏ガラスープの素顆粒タイプ、お酢を使います。ごま油を使います。黒砂糖を使います。白砂糖でも大丈夫です。そしたら一旦調味料を合わせておきます。お砂糖を大さじ1入れます。お醤油を大さじ1入れます。ごま油大さじ1入れます。お酢を大さじ1入れます。鶏ガラスープの素小さじ1入れます。よく混ぜておきます。そしたらきゅうりを千切りにしておきます、はい、切りました。そしたらごま油を敷きます。春雨は買ってきた春雨の表示に従って茹でてください。そしたら春雨を入れます。はい、火を止めます。水でよく洗います。この辺きれいにちょっと茹でありましたよ。ほら、よく茹だったね。あー、ほら、よく茹だった。ほら、はい、ボウルに移しておきます。ちょうど卵も冷めてきたので千切りにします。はい、切りました。綺麗でした。はい、卵も横に入れておきます。じゃあ、きゅうりもここに入れておきます。見ただけでも綺麗だね。そしたらカニカマをちぎって入れます。美味しそうだね。これだけだって美味しそうに見えますね。さっき作ったタレをかけます。かき回します。カニカマもたっぷり入れてあるから美味しそうですね。ほら、きゅうりも美味しそうですよ。お酒のつまみも最高ですよ。ほら、あとはお好みですりごまをかけます。ごまをかけます。美味しそうだ。じゃあこれを軽くかき混ぜてください。ごまの香りがすごく濃いですね。そしたらいただきます。ごまの風味がとっても香ばしくて美味しいですね。味付けもバッチリきましたよ。辛いのが好きな方はここに七味とか鷹の爪とかね、入れても美味しいですね。よかったらぜひカニカマ春雨サラダ、ご家庭の一品に加えてみてはいかがでしょうか。今日はカニカマの春雨サラダを作ってみました。いかがだったでしょうか。この動画がもしよければ評価、グッドボタンをぜひぜひお願いいたします。このきんぴらごぼうキッチンのチャンネル登録もぜひ、その他きんぴらごぼう SNS もやってますので、説明欄からフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではきんぴらじゃんけんタイム、金銀ピラピラじゃんけんグー、バイバイ。